とミシはるかことねまほ私たちはちゅうごです。はい、ということで今日は初めての新居で料理動画になっております。イエーイ。料理って言ってもね、私たち料理苦手なので、今日は簡単ないちご飴を作っていきたいと思います。イエーイ。でね、まあ新居プラス私たち料理下手ということで、まあ家事は起きない程度に、起きない程度って頑張りたいと思うので、とりあえず準備しましょうか。はい、それではレッツチェゴー。はい、まあみんな気になってると思うんですけれども、はい、まだ私たち机を買ってないので、ちょっとあの手作り机を使っていきたいです。鍋に砂糖と水を入れて溶かします。お水 50cc。 じゃあ 50cc いきます。ストップ言って、スムリーね、まずはまずはスムリー、絶対少ないよ。まず砂糖入れていきます。うわ、すごっ、全然出てない。いちご持ってきます。まだまだですね、砂糖もっともっと必要です。実は俺も5個くらい食った。え、すごい。いいね、いいね。いい感じだよ。なんか足りない気がするな。どっちが？砂糖？飴が。モニモニ係でーす。なんか嫌だ、なんか。ダメだ、めっちゃ黄色になってきましたね。糖が溶けたら火にかけます。弱めの中火で10分くらい煮詰めます。砂糖液を混ぜると結晶化するので絶対間に合わないでください。混ぜちゃいけないの？でもいいんだよ、やって。もうやろうぜ、もうやろうぜ。え？でも無理でしょ。いや、いいんだよ、もうこれで、もうこれでいいんだよ。これでもう、これ。多分もうこれで。やってください。もう焦げてる匂いする。一回さ、一回、電気消して、電気。なんかさ、泡がすっブスブスいってますけど、でも焼かれてるんで熱くて、あ、でもめっちゃ、え、めっちゃいいじゃん。見て見て、なんかやっぱできない、もう一人のイチゴが、氷の世界。あ、分かった、こうしよう、こうしよう。え、てかさ、思った、全部ここにかけちゃえよ。ここにさ、もう置いちゃうぜ、うん、でも危ないよ。はい、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 次。あ、なるほど、そこない、そこない、ちょちょちょ、それ、難色だろうか。固まってきた、マジで。さ、一番早め。やばいんで水落とします。はい、いや、待って待って、ちご救助して。これ絶対美味しいですよ、皆さん。これじゃあ、改め、これちょっと、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 やばくない、これ。何かのスープやん。はい、それでは、はい、完成した風なので、
はい、それではいざ食べていきたいと思います。はい、これでしょうよ、まずこれ、うん、このね、何にも固まってないやつ、結構トロトロしてる、せーの、いただきます。あ、でも、うん、普通に美味しい、うん、甘い果実みたい。私たちの中でぶどうの中で一番これが、うんうん、うまくいった風なので、あ、うん、待って、甘くないよ、飴取っちゃえば、でもこれ一番いいとこやね。いいよ、いいよ、うん、いいよ。ASMR してる。いただきます。うん、うん、うん、おいしい。これは家でちょっと見たくなるわ。いただきます。うん、うん、おいしい、おいしいよね、うん、あれ、やばい、バキーンって。わしは、わしはこれです。言うこと聞きな。いただきます。もう一口いっちゃうよ。うん、失敗してしまったんですけど、味はめちゃくちゃ美味しかったので、はい、次リベンジするときは全部飴にして食べてやりたいと思います。この動画が良かったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。以上、チェゴでした。バイバイ。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。いやー、もう本当にイチゴはね、こんなに難しいと思わなかったです。これ私たちが頭おかしいだけなのかな、ちょっとわかんないです。皆さんもやってみてください、ぜひ。ぴょんぴょんぴょん。うるさい。バイバイ。